忘れたから。おまけからだよね。取りに行ったわ。二人でしょ。おばあちゃん、お酒取りに行ったの。行ったけど名前書かれてないからダメだから。こんにちは。本日は2018年の4月の15日です。ここは上越新幹線の新潟駅です。今日からね、ちょうどやってきたな。上越新幹線じゃないや、在来線、上越線などのホームが新しくなりまして、そして高架ホームということになりました。向こう側に、ね、今ちょうど新幹線と同じ高さに気動車がやってきて、うわすごいな。これが新潟駅かと驚くばかりです。新潟駅といえば何といってもその国鉄時代からの趣を定めるその1番線から4番線など下にある地上のホームだったのですが、もうその1番線から4番線のホーム全て使用停止ということになり、新しく2番線から5番線が開業、この新幹線と同じ高架2階の部分に開業ということになったんだそうです。本当は実は私勘違いしておりまして、今日までその旧ホームが使われるんだと思っていたんですが、本日も新しいホームは開業して古いホームはすでに廃止になってしまいました。最後に一回古いホームを出る特急稲穂などに乗ってみようかななんて思っていたんですけれども、そのお名残乗車というのはできなかったわけですが、まあ、ともかく新しくできたんで、それを見る機会ができたというだけでも幸運なものです。あら、おなじみの乗り換え改札ももうこうなったのかと。ここを通り抜けてね、大阪行きの北国とか乗りましたけど、もうこの通路は使わないのかな。駅弁屋も閉まりました。改札には、でも改札には人がいるみたい、まあ、それはよくわかんないけれど、あそこも今絶賛工事中という感じです。在来線1から4、8、9と書いてありますが、この1から4というこれが廃止をされて、今8、9しか地上には残っていないというわけです。乗り換え改札なんてあんなの持ってる人がいます。あっちにも見られます。じゃあ乗り換え改札へ向かってみる方、新しく乗り換え改札が別に開業したんでしょう。ちなみに同一ホームで乗り換えホームというものを使って特急と新幹線を乗り換えるようなこともできるようです。なんだこれは、新しいものができちゃったよと。こう千葉が新しくなった時も仰天したものです。今でも千葉に行って、なんで千葉がこんな綺麗なんだ、おかしいじゃないかと文句を言いたくもなるんですが、新潟もね、ボロいホームにボロい駅舎、ボロい電車、それが新潟というイメージだったんですが、もう完全に変わってしまいました。相変わらず新幹線は旧式しか来ませんけれど、そうは言ってもね、200系新幹線とかそういうのに比べればだいぶ新しくなったものです。なんだこれは、こんな綺麗な行き先の表示器までできちゃって、何も言葉も浮かびません。いつもあんなベラベラ喋ってる私が言葉も浮かばないというんだから、相当な驚きようだということはもう十分お伝えできるかと思います。5000なんていう文字があの新しいタイプの行き先表示器に出ることがあるとは思いませんでしたよ。電光掲示板というのかな。上越新幹線の案内のマーク、これはまだ見ぬ E5 系新幹線のマークになっております。 E5 系が来ることは、まあ、いつか来るかもしれないけれど、まだまだだいぶ先のことになるでしょう。で、少なくとも今度は新しく E7 系新幹線電車、これが導入されるということはあるようです。ちょっとこの乗り換えホームに行ってみるか。5番線のね、なんだここはと、こう信じがたい光景です。これが新潟駅かと、武蔵小金井の間違いなんじゃないのと思いますけど、武蔵小金井も高架になった時は驚きましたけどね、あの辺が。ちなみに屋根がついておりますけれど、あそこから、ね、風がこうトンネルの中を吹き抜けるようにスーッと行きますので、実は結構寒いんですね。これはまあ仕方のないことですが、あー何かが違うと思ったら、頭の上のあの電線みたいなものがないんだな。ホームの屋根もないけれど、電線みたいなものっていうのはこの架線のことではなくて、吊り下げる号車札のことです。足元に表記という形になりました。特急稲穂4号車稲穂のマークのあしらわれた、もう完全なる新品です。こんなんなったか昔はねと、いろいろね解雇のことはもう尽きないわけですが、20歳にねまだ若干20歳でこの解雇ぶりですから、一体これから先どうなってしまうのかと、ちょっと自分の国語の行く末が心配されるよ、そんな新潟駅の探訪になっております。いやね、新潟っつったらね、もう115とか、それから 4%5 とか 5%3 とか、そんなのがこう続々と入ってきて、うわーとこう、もうあのブロワーのとってんですか、ああいうのひたすらこう鳴らしまくるみたいな、そういうイメージだったんですけど、もう全然そんなことになって、客車列車はもしかしたらもう入れないかもしれないという話も聞きましたけどね。懐かしい、こんなものあるよ、 4% 合計車両専用だって。キラキラウエツか、そうか、キラキラウエツがまだ来るから、一応国鉄電車特急型も来るには来るんですね。それを来ると言えるのか分かりませんけど、
あ、なるほどね、5番線が特急専用なんだ。だからここに特急だけ、もう号車で列車の案内も全て特急しかないですからね。特急だけを止めて、そしてここにキオスク、売店ですよね、それから、まあ、自動販売機あっちのホームにもあるんでしょうけど、あとはそこで立ち売りをしてるのに、なんだこんな豪華になって立ち売りを復活したのか、まあ、ただ売店の箱がまだないだけだと思いますけれど、駅弁屋さんも高架上にあります。乗り換え改札はこれかと、最新型の自動改札ですからね、東京とかにあるのとはちょっとタイプが違うように思われます。あの方寒すぎるんじゃないですかね、駅弁やってる人なんか大丈夫なんだろうか。何も売店の箱もなく出しっぱなしでダウンジャケット着てますよ、4月の15日で。いや本当に衝撃的なことですよね、新潟を新型になって、本当に新型になってしまいました。 E4 系も今度なくなるって言うんでしょう。もう何もかも私の知ってる新潟ではなくなってしまうようです。ただまあ一応おなじみ万代口、東口、西口とこの3つの改札口の名前は変わらずそのまま続いております。万代口のあたりは何も変わっていないようでして、駅舎などもそのままだそうです。どういうものを作ってどういう構造になっているのかちょっと私には分からないんですけど、この今私が歩いているところはもともと何だったんでしょうかね。昔はもうちょっとホームがなんかあったような気がするんだけど、そこにこれをこう新しくつけたのか、ホームを一部廃止して、そんな感じだったでしょうかね。あんまりよく覚えておりませんが、まあ、大体の見た目はこうですよね。ということは現在まだ旧ホームが残っているはずですから、廃止されたてほやほや、ね、廃止された翌日のその旧ホームの様子も見に行けるかもしれません。ラクラクトレインの券売機はこれは随分使い古されている感じ。どこかの使っていたのをね、また取っ払ってそれで持ってきたと、まあ、大体そういったところでしょう。ここも樹脂で固められておりますが、本日は運行はあるはずだけれども、まだ発売が始まっていないのでしょうか。あ、なんだこの通路は、なるほどどこなのか分かりました。見覚えがあります、もともとのかつての乗り換え5000橋。あ、ホームもそのまままだ本日は残っているようです。ホームは基本的にまだそれほどは変わっていないようで、特に何か取っ払われたものというものも見当たりません。稲穂号のこの乗車口案内とか、それから紅花号の自由席の乗車口案内も残っております。キオスクはおつまみコーナーとか様々もう商品が取っ払われた感じではありますが、しかし本日閉店しましたので、いつも通りにとりあえずは閉められたようです。このホームも相当遠くないうちに解体されるということになるんでしょう。ずっとこの新潟で長らく活躍してきた在来線ホームともお別れです。後から作られた8番線、9番線、白新線ホームのこれだけはまだ残っておりますけれども、だからそこも列車が今止まっているところですが、一方でこちらが1番線から4番線までのかつての旧ホーム、そこで使われていたものはもう全て出発信号も滅頭しております、使われておりません。まあ、確かに、ね、電気的なものはこれは新しいホームと古いものとあるんだったらば、もう速やかに古いものは撤去してしまわなければいけないのかなというふうには思いますけれど、随分ね、本当にあもうこれ終わってしまったんだなと改めて思わされます。車両とは異なりまして、ホームというのはそう簡単にはなくなりませんので、さまざまな案内の表示なんかもそのまま残っていたりしてね、昔の雰囲気を今の私たちにも感じさせてくれるものであったりとか、またそれから私にとってもね、車両はすぐにいろいろ姿を変えるようなものではあっても、ホームはずっと残るから、だから長い間親しみ続けるそういった存在でもあり、鉄道車両よりもね、どっちかというとこっちの方が馴染みが私は湧くものでもあります。そこには栄光の12両停止地やそんなものまであるんですけれど、しかしこの12両編成はもう現在新潟駅にやってくることなど多分ないと思われますので、新しいホームはそれだけの長編成にはどうも対応していないように見られます。実際どうなのか分かりませんが、上の高いホームにちょうどただいま新型の特急、新型というかあくまで新しくやってきた特急ですが、653系の稲穂号が到着したところです。私も詳しくは調べていないので分かりかねますが、おそらく現在のこの開業というのはあくまで第1期開業ということなので、今後このホームを取り壊して、またそしてこの上に様々なものを建てて、そして新しく駅舎なども完全に移転させるという計画なのではないでしょうか。おそらくですが、あのホームはあれで終わりではなくて、もうちょっとこちら側に追加をされる、そのようになるんだろうなというふうに思われます。確かにちょっとまだね、作りかけという感じがするものです。
だからこのホームもきっと速やかにその姿を消してしまうでしょう。 もうもしかしたら次に私が来るときにはもう見られなくなっているかもしれません。あのね、前にも言ったような気がするんですけど、あそこに建ってたビルに日立インスパイアーズネクストって書いてありましてね、その広告も随分昭和的で良かったんですけど、あれもまたなくなりました。新潟駅らしい建物、本当にもう片っ端からどんどんと姿を消しております。奥のあたりは新潟鉄道管理局時代からずっと使われている建屋、現在の JR 東日本新潟支社、そしてこちら JR 東日本新潟駅、この駅舎が最後の砦ということになるんでしょうか。完全に姿をなくすまで、その最後まで楽しませていただきたいなというふうに思うものです。そして本日から4月の15日から新しいホーム第1期開業ということで、お礼というかね、申し上げるのが遅くなりましたけれども、誠におめでとうございました。じゃあご視聴ありがとうございました。